今までの人生で命の危険を感じるような大きな事故、病気などはありましたか？ありました。これね、10歳かなぐらいの頃に、車とね、自転車が事故ったんですよ。で、その時にね、近くに私いてたんですけども、その事故った自転車が飛んできたんですね、私の方に。やばい、当たると思って、けどでも、とっさに動くことができなくて、案の定ね、当たってしまって、まだね、10歳なんで小さかったんで、私はね、その自転車の当たった反動でね、近くのね、水路かな、みたいなところに落ちて、水路にある針金っていうかな、なんか、刺さって、で、足痛すぎて動けなくて、死んだと思って一瞬思ったんですけれども、近くのね男性が引き上げてくれて、なんとか助かって、はい、今を生きているんですけれども、もうね落ちてね助けてもらうまでもね、本当に短い人生やったとはい、もう神様をね恨みました。まだ10年しか生きてないけど思いました。規制が厳しくなったと言われている YouTube です。でも、ギリギリセーフと思われるオノマトペは何ですか？ベスト3形式で順番に発表してください。3位。プチュプチュですか、ね、プチュプチュ。2パンパンはい1ピコピコです、はい何これ、もう恥ずかしい意味はご想像にお任せしますはい。